おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。晩ご飯作るよ。沸騰したお湯に塩とオリーブオイルを入れて、パスタ麺を入れたらささっとほぐして、そしたらね、蓋をして火を止めて、パスタの茹で時間放置。そしたら勝手にもう茹だってる、なんていう、ヨカ風にできてるからね。で、きゅうりを薄切りです。でね、玉ねぎも薄切りにするよ。そしたら軽く塩もみするよ。なんか声が変じゃない？大丈夫？なんかえへん虫が来てたかも。そしたらハムを細切りね。えへん虫でわかる人はもう同年代だからね。で、分量はね、これ調味液ね。牛乳を入れてさ、マヨネーズとキャーって混ぜるよ。そしたらね、スパサラがさ、固まらないでトロリンとしてるからね。で、これをね、よーく混ぜて、茹で上がったパスタ麺は、熱いうちに調味液とささっと和えると、麺にもしっかり味が入って、美味しくなるよ。で、これね、野菜の水気をしっかり絞る。そしたらさ、全体をしっかり和えて、これでね、スーパーサラの出来上がりです。でね、小松菜はもう 3、4 センチぐらいの長さに切る。長さはもう適当でいいんだけどね。そしたら600ワットで3分半。レンチンです。で、流水で流すよ。ここでしっかり流水で流しとけばさ、色止めにもなるからね。でね、分量はこれです。小松菜が残っててさ、あんかけみたいな感じでトロトロにトロニにしようかなと思ったけど、韓国海苔を開けたのも残ってたからね、またこれにした。でね、小松菜の水気をしっかり絞るよ。でさ、いつもは残り物の海苔とかをビリビリ破って入れてるけど、昨日はね、この韓国海苔をザバッと入れた。で、落ちたのはどうやら私が口に入れた。どうやらじゃなくて、入れた。で、しっかり和えて、これでね、小松菜と海苔のナムルの出来上がりです。でね、お味噌汁は、玉ねぎ、人参、大根、しいたけ、里芋。そう、これね、長谷園の味噌汁用の土鍋。これでね、作ったの。でさ、味噌汁はそうそう変わることはないだろうなぁと思いつつもさ、まあ半信半疑で作ったんだけど、めちゃくちゃね、口当たりがまろやかでさ、すごい美味しかった。違った、全然。なんかね、なんだったっけ、遠赤外線とマイナスイオンの相乗効果らしいです。作り方もいつもと一緒なんだけどね、全然違ったので、これも火を止めてるんだよ。火を止めてからもね、こんなしてしばらくグツ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 たぎってるので、やっぱね、普通の土鍋と比べたら厚みがね、ある気がする。ある気がするというより厚みがあるね。
で、なんか伊賀の土がいいんだって。で、これはね、付け合わせのキャベツね。キャベツの千切りはさ、一枚一枚めくって、くるくるっと巻いて切ったらね、ふんわり美味しくなる。塊のまま切るよりね、こっちの方がね、ふわっとしてるよ。でね、これはなんだ？あ、味噌だれね。分量はこれです。でさ、今日も寒いのかな？多分寒いのかなって、多分寒いんだと思うの。外はね。だからさ、もう今日は日曜日だし、私もね、ゆっくりしたいから、晩ご飯は簡単にさ、味噌煮込みうどんを久しぶりにしようかなってね、思い方でした。で、これはさ、火にかけて、くつくつしてきたらもうすぐ弱火に落とすよ。でね、まだシャバシャバしてるけど、煮詰めていって半分ぐらいになる、なればね、大丈夫。出来上がりだよ、こんぐらいで。たださ、シャバシャバしてるけどね、冷えたら粘度もついてね、とろりんとなるからね。これで味噌だれもできた。そしたら豚肉は包丁の背で叩くよ。私はね、脂身好きだから切り落とさない。脂身が甘くて美味しいもんね。だからね、つけっぱなしでね、揚げる。やっぱさ、なんて言うんだ、カロリーが高いものは美味しいじゃん。美味しく食べればそれでよろしい。よろしいって。でね、軽く塩コショウするよ。裏表ともね。これはね、昨日の晩ご飯だからね、鮮明に覚えてる。鮮明にって。でね、小麦粉はさ、もう私めんどくさいからね、まな板の上でね、つけちゃう、いつも。お弁当の時とかさ、量が多い時には、あの、時短のためにバッター液でするけど、まあね、晩ご飯です、量が少なかったらね、ちゃんと真面目に衣漬けをするんだ。真面目にってね。このさ、衣漬けってさ、本当に嫌いなのよ、私。ね、パン粉があっちゃこっちゃ飛び散ったりするでしょう。特に私の場合は粗いから。でもやっぱさ、揚げ物って美味しいよね。このフライカツ美味しいのよね。で、昨日もね、毎度のことながら、パン粉がね、下にもね、飛び散っちゃった。いつもなの。もうちょっとバットが深ければいいんだけど、深いと今度はやりにくいかなとかさ、欲しいバットもあるけど、ホーローなんだけどね、私ホーロー買ってもすぐ履けさすからね、もうこの100均のでね、使ってる。でも揚げるよ。これはね、180度で、3分揚げるよ。でさ、ね、よか色ね。カメラから消えてるの気づいてないでしょう。もうね、すでに酔っ払ってるから。ハリって思った。で、はい、今度はちゃんとね、映ったね。よし、よしって。昨日はね、味噌カツとかの晩ご飯でした。材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。